はい、ウィニポステート実況始めていきたいと思います。ですね、毎年週の方がね、惜しくもイギリスダービーで敗れてしまいましたね。ちょっとね、モチベーションが落ち気味なんですけど、続けていきましょう。ただね、今年の2歳馬あまり期待できそうな馬いないんですよね。まあ、期待したいのはジュピター15ですね。ジュピター15はね、テイエムオペラオサンクで、ちょっと見てみましょうか。この馬ですね、おそらくね、なんていうイベントだったかな、誕生イベントで、流星じゃなくて暁のヨークでもなくて一等星かな、ちょっとね、よく分かってないんですけど、調べてもちょっとよく分からなくて、おそらく一等星のイベントがあったんですよ、これね。ジュピター15、早く育てたいんですけど、今年の2歳馬にね、2歳馬にはね、あんまりいい馬いないんですよ。さあ、サクッとね、行きましょう。夏はね、ちょっとほとんどの馬休養出したんで、結構暇かもしれません。盛り上がるレースがあまりないかもしれません。さて、キングズスタンドステークス、これもね、スプリントチャレンジ、ね、グローバルスプリントチャレンジのレースなので取りたいんですよ。ここは勝ちたい。作戦はね、前走が先行させて刺されたんです。走っていきましょう。これはね、レース直線かな、直線競馬かな。暑いですね、最近ね、本当に殺人級の暑さですよね。うん、去年はね、20日ぐらいから雨が多くなってきて、こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。おととスタートしました。レッドボータン、好スタート。セントアイランド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくセントアイランド行きました。続いて前へ行くのはレッドボータン。さらにはアルターズメロディ、12番ダッシュジュノー、その後ろ。それでは先頭からダッシュジュノー先手を取りました。そして大きく離れてセントアイランド、この位置です。その外にレッドボータン、カラーコンティ、そのうちに続いています。その後ろにスディエルマン、アルターズメロディ、それに続いています。ダッシュジュノー先頭。2馬身から3馬身のリード。しかし後続もいい足、いあと 200m ダッシュの先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カラコンティ抜けた、一気に夢の中へ。カラコンティ、カラコンティ1着、2着にはどうやら夢の中へ立ったのはカラコンティ、見事な勝利です。いな、これ取れないかもしれないな。イギリスでも敗退、まあ、イギリスもう1戦ぐらいあったと思うんで、差しでも敗れるっていうことはね、このはいいのかな。やっぱりちょっとね、追い出してからずぶかったですね。昔のね、往年の切れ味がない。ダークエネルギー、この馬ね、この馬も期待してるんですよね。ダート馬でまだ重賞勝ってないんで、重賞勝ったら海外遠征、米国遠征しようと思います。ダークエネルギー、ブラックホークサンクですよ。一番人気、グリグリですね。前走はね、兵庫、何でしたっけ、兵庫チャレンジカップです、違うかな。敗れてしまったんですよね、3着に。距離適正がね、上限が 1800m なので、1500m というとちょっと距離が長い。このね、ユニコーンステークスのマイル戦は、全然大丈夫です。ゆういちくんか、ゆういちくんもね、今年リーディングどうなんですかね。やっぱりね、デムールかルメールが取るんですかね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はダークエネルギー、ダークエネルギー先頭。2番手はアクティブウィング、懸命に追いすがります。やはりダークエネルギー先頭だ。残り 200m、 ダークエネルギー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はサンダーマウンテン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ダークエネルギー1着、2着はサンダーマウンテン、1番人気に応えました。ダークエネルギー見事です。これはすごいよ。これはもう海外行きましょうね。こんな強いと思ってなかった。スピード判明しろ。スピ
が判明しません。思ったより強いかもしれない、ダークエネルギー。名前がね、あのかっこいいですよ。黒影、黒影じゃない、青影か。スカイデスデブリーね、あの欧州3歳牝馬マイル3冠最終戦なんで、一つぐらいね、伸び取ってもらいたいですよね。あとは帝王賞、アッシュウォーター。この馬はね、ここ軽く勝って、秋はもう米国遠征ですね。そして高塚記念、松本に来たそうです。イベント総平君か、早いね、30億円超えてるそうです。いや、これ例年よりかなり早い、6月4週の時点で。チャンスあるのかな、ひょっとしたらね。まだ牧場の1位は取ったことないよ、サネチケットまだ残ってる。おしまいだよ、おしまいですわ。僕は関西在住ですけどね、おそらく関西弁は下手ですね。関東育ちなんで、中学生から関西に引っ越してきたんで、ちょっと痛くって感じ。ネクト、なんかやること忘れてるような気がするけど。さて、スカイデスデブリ、横山のりひろ状態、状態はどうなんですかね。普通ですね。大デスでいきましょう。もう一つぐらいね、もぎ取って勝ってくれよ。ガリガリガレクソンさんも応援してる、応援してるからガリガリガレクソンって。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はアレグリア、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はスカイデスデブリン、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、あと 200m、 アレグリア先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。キャロットスワロー、スカイデスデブリン追いすがります。キャロットスワロー、キャロットスワロー1着、2着にはどうやらスカイデスデブリン、勝ったのはキャロットスワロー、見事な勝利です。さすがのりさん。ちょっと今の記事は納得聞かないな。これで帰ってくるしかないね。時間で帰ってくるといいです。帝王賞一番人気でしょう。相手はアドマイアロイヤル、日本キロアワーズ。あのタルマイがいません。日本キロアワーズぐらい。これ相手弱いな。弱そうだ。先行できるんだ。これは大事です。行きましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はアンダーフォース、グリークノベル先頭、2番手はオアシスウォーター。残り 200m、 後続を引き離すオアシスウォーター。足色は衰えません。2番手は日本ピロアワーズ、先頭はオアシスウォーター。1着でゴール、オアシスウォーター。1着、2着は日本ピロアワーズ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはオアシスウォーター。アメリカ遠征行きましょう。そうですね、ミユキジョッキで大丈夫かなミユキジョッキ牝馬三冠ジョッキーですからね。なんていう馬でしたっけ、サンデーさん、ね、アドマイアグルーヴの馬で、ね、人気あったんですけどね。スティルウィンラブか、牝馬三冠取りました、ね。これはネクストだ。多分はね、三冠取るような強い馬とはね、思えなかったんですけど、ね、だから人気もね、アドマイアグルーヴが人気してたんですよ。ところがミユキジョッキーが三冠を達成してしまったと。
ね、あとのエリザベス女王杯はね、アドマイアグループね、帰り討ちしてましたけど、リダテンタウン、新馬戦ですけど、リダテンタウンの馬戦がスポーツウーバーだったので、みんな期待できない。栽培に期待できていない、来年ちょっと退屈かなという感じがあるんですけど、コスモトムに期待ですね。スカイディグニティ、マジで絆、エピカね、やっぱりエピが強いと思うな。エピが強敵でしょう。デビルメイスマイル距離持たないんで厳しいですね。まあ、星の導きにもチャンスあると思います。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はアポロソニック、アポロソニック先頭、残り 200m アポロソニック先頭だ、残り 100m アポロソニック先頭、コスモトム一気に勝った、コスモトム、コスモトム1着、2着は微妙です。なんとびっくり、勝ったのはコスモトム。これには場内もどよめいています。やりましたね。さすが軽装ジョッキーはね、大舞台、大舞台、めっちゃ大舞台、大舞台に強いんですよね。G1 ではだからちょろっとね3着に来たりするんで、穴場をねちょっと持ってきたりするんでね、 G1 では注目のジョッキーです。やるね、これはもうシボバ入り確定ですよね。 G12 勝目ですからね。スピード B でこれだけ勝ってればいいでしょう。おの字ですよ。この辺からね夏競馬なんで退屈なんですね、期間に入ると思うんですけど、サクッといきましょう。風林火山の重賞初勝利、牧場のね順位を見ておきます。踊れる加害牧場の件ですが、アイルランドに良い物件が見つかったんです。言ってもいい、買いましょう。いくら、お金はいくら、15億円なら軽くある。ウォッカをね入れましょうね。ウォッカを買いましょう。まあ入れるにはなりませんけど、ホワイトシチュー、ホワイトシチューはね、国内帰ってきたんですけど、またねあのキングジョージの方挑戦したいですね。何歳になったんですかね、総会記録は。この前調べた時69歳だったんで、多分70代ですね。あ、大丈夫、人情報、人情報ない、あ、1位だ今、チャンスありますね、今年。34億円で、おお、ちょっといい勝負だね。ギリギリの勝負、ちょっと注目しましょうね、今年終わりまで。ホワイトシチューになってますね。ちょっとね、スカイデス全部放牧出してしまったんで、これもうちょっと使いたかったな。デビルメイスマイル、七夕賞、いいでしょう。ダークエネルギー、海外遠征させる、レパードステークスまで使いましょうか。放牧出しました。で、こんなところで試乗今でも買ってくれないはずだな。牧場ね、こんなリーディング争いに絡むならもうちょっとね、夏場出しておきたかったですね。失敗したな。
ごいですね、スタミナの塊ね。名前はちょっとイマイチなんですけど、ドマヤムサンクステイヤーというのがかかってますけど、イージードライ、このあたりも掃除か。これは普通だったかな、これ見ときかな。そうですね、ピュアレディサンクで、まあ父親が黒船なんでね、距離そんな持たないと思うんですけど。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はイージードライブ、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m、 イージードライブ先頭だ。残り 100m、 一瞬に追うイージードライブ。2番手はシャクレアンダ、イージードライブ1着、イージードライブ完勝、イージードライブ1着、2着はシャクレアンダ。これは桁外れの強さだ、イージードライブ。期待はあまりできないかな。ハヤヒデか、ハヤヒデも最近活躍してるのかな。能力を感じる勝ち方でしたね。12決勝、あれ場外されたんじゃなかった。風林火山、これは15番人気で、ちょっと厳しいですね。安定なんです。まだサクッとのんびりまったりと、のんびりしてたらダメだな。サクッとね、ジグザグストア条件休暇クラシックで活躍したんですけど、春の訪れあたり走るとですね、だから目標は、凱旋門賞制覇と、まあ、牧場のねリーディングですね。三冠はもう全部失敗してしまったんで、デビルメイスマルが2番に、まあ、これネクスト、厳しいな。ワンドオンリーか、ワンドオンリーが七夕賞ダービーだから。ここは勝たないとまずいよ、エビナさん。2着が続いてるんで、ね、ちょっと2歳ステークス多いな。函館記念も多い。ネクスト、ここはね一番人気先行でいきましょう。状態はどない、いいんだけどね、状態がね。ちょっとね、最近勝ちきれてないんで、やっぱマイル戦の方が合うんですかね。ここ勝たないとね、厳しいと思うんですよね、先が。イギリスで1勝しておきたい。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはサッカーキングダムオリーブバーン。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくサッカーキングダム行きました。続いて前へ行くのはオリーブバーン、さらにはオリエンタルデプリー、15番夢の中編、その後ろ前に戻りましょう。エリザベスサマンサ先手を取りました。サッカーキングダムそのうちに続いています。その外にオリエンタルデプリー、エッドボータン、それに続いています。内からはウエスタンホープ、ここでオリエンタルデプリー先頭に変わりました。サッカーキングダムほとんど差がありません。夢の中編いい位置です。先頭を捉えにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はエッドワボタン、エッドワボタン先頭、残り 200m、 エッドワボタン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。夢の中へ食らいつく、大外から一気、夢の中へ、エッドワボタン、エッドワボタン1着、2着にはどうやら夢の中へ立ったのはエッドワボタン、見事な勝利です。テンション上がらないわ。
なジョッキー頼むよ。筋量感62キロは重いね。でもタバも同じ条件でしょ。そんなこと言い訳にするなよ。ベテランともあろうヘビなジョッキーが。この辺は大ですよ。行きましょうか。函館インサイステックスって言ったらね、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭は伊達天ターボ先頭伊達天ターボ先頭、2番手はイージードライブ伊達天ターボ、1着伊達天ターボ完勝、伊達天ターボ1着、2着はアグネスブレイブ、1番人気に応えました伊達天ターボ、見事です。他の2頭は期待できないね。これイージードライブ打点ターボ、確か早熟ですね。キジョキ。スピード判明しない。なんかね、今年の2歳馬はスケールが小さいような感じがします。行きたいですね。夏場ぐらい終わらせたいんだけど、ちょっとスピードが遅いな。この辺のネックで勝てないね夏場。ムーミラクルあたりもね、これ走ってくると思うんで、めっちゃ好きやねんがなぜか中継もこれはダメです。めっちゃ好きやねんね。また海外遠征使いで進まえら出しましょう。それでいいでしょ。ちょっと待って、あ、そうだ、これが失敗だ。オアシスウォーターをエルムステークスなんか出しても意味ないので、これね、登録を外しましょう。で、海外遠征です。海外遠征のアメリカにね、日本にとどまるツアーではないんで、この辺ジョッキークラブゴールドカップ、これ大きいですよね。10月か9月ぐらいでね、もう一戦使いたいんだけど、8月ありますね。ドーのステップ、これも結構賞金高い。そしてからのブリーダーカップクラシック、これがね、もう一番難しいレースって過言じゃないぐらいレベル高いレースです。3億円のこれでしょ。中さんちょっとローテは厳しいんですが、これでポップ出しましょう。幸せな練習。それとめっちゃ好きやねんね、これでスプリンターズステークス、知らないんで、この海外行きたいですね。どうしようかな、欧州遠征もいいんだけど、2500m はちょっと長いんで、この辺りインターナショナルステークス、これいいですね。7000万円。それとからの、マイル出してくるんですね。ムーランドロンシャンキー、これはアイルランドチャンピオンシップ、これ賞金高いで取ってるんですね。これ取ってるかな。10月1日、シャドウ、これはあんまり有名じゃないです。アメリカです。マイル出しましょう。ムーランドロンシャンキー、そしてからのそうだよ、オックスプレート出したいんだよね。ブリーダーズカップはターフ取ってて、マイルも取ってて、スプリントも取ってるんで、芝
はね結構取ってるので、ダートは全然取ってないんですよね。ダークエネルギーあたりにねちょっと狙わしたいんですけど、これはねもうこれなんだイギリスチャンピオンシリーズ、これも取ってます。これがね1億円、これも取ってます。なんでボックスプレート、ボックスプレートも取ってるんですよね。多少金高いんでこれいきましょう。これがベストになるかな。さてサクッとと言いながら全然サクッといけてない。今回ね、だから、キングジョージまでやりましょうね。キングジョージチャンスあると思うんで、サクッとネクストで、まだ番宣なんて厳しいですね。スカイデスナイダー、この辺もネクストタイミングアップ、マジでハンデが軽かったんですよね。さてキングジョージ C、 頼むよ C、 そんなところでくすぶってる場合じゃないんだよ。根性見せろ。ジャリジャリンコみたいですね。まあ早熟なんで、チョコレートもね数あるジョコレート取りたいですね、キングジョージね。手配完了しました。おっと、綺麗ですね。牧場の名前を決めないといけない。別にそんな普通にね、バカ丸出しになってなくちゃ恥ずかしいんです。何でしょう、カタカナ、ファーム、爽快警部僕のねえ小原さんに紹介したら引き離されますよねえ爽快早来てるの嫁さんなんで、そんなに嫁さんにイギリス連れてってどうするのって感じ。まあね、僕は可愛いんで自宅もバイクにやる。今度はアメリカですね。アメリカも買えますよ、もちろん。もちろん買えます。おっと、トロフィー行きましたね。久々のトロフィー。誰これ？シシーリッチ。競馬界では名の知れた方です。欧州はね、欧州競馬って言ったら金持ちにやるスポーツですから、金持ちって言ったら貴族のスポーツですから、日本とは全然イメージが違いますね。日本だとギャンブルっていうイメージが強いですけど、イギリスとか行ったら、ね、全然違うんですよ。いないですよ。始まるの日は2頭しか種付けしてないんで、これボードも走らないでしょうね。イベント長いと思うんです。タビオがパズルついた。
久々のダビオ。ダビオの顔が早く見たいんだよな。30分経ってます。イベントが思いのほか長いから、なんかちょっと大谷君がね、ちょっとね、ギャンク、ギャンク、大谷君はね、共栄心の塊なんで、ね、そういう人はたまにいてますけどね、現実に。見ないといけないね。キングジョージ、キングジョージ、キングジョージを見ましょう。3番人気か。人気落ちましたね。ロシアンルーレットが2番人気。1番人気はかまいたち。いった。かまいたちね。これのスターホース。厳しいレースになるんじゃないかな、このレースもね。確かイギリスダービーはね、あの3コーナー、4コーナーでね、早めに動いた馬がいたんですけど、オレンジの帽子でね。あれがロシアンルーレットでしたね。早めに動いて、シー君はその時ね、あの手綱動かず。ヨーロッパ競馬イギリスダービーに注目が集まります。鞍上は人気走り。3番人気ちょっとね、実力が反映されてるような。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはファールバリュー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファールバリュー花に立ちます。その後ろからはドラゴンフェザー、この馬も上がっていく構えです。さらにはロシアンルーレット15番ギャラントライツ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはファールバリュー、その外にドラゴンフェザー、さらにはギャラントライツ、好位置をキープしています。ホワイトシチュー、ロシアンルーレット、すぐ後ろ。その外にクイントップレディー、ソシアルストーリー、すぐ後ろ。その隣にブルーサイクル、ファイティングアイドル、すぐ後ろ。オレンジの帽子シャインノーブル、その後ろ。これに続いてサニーデジタル、並んで8番リンキー、しんがりからシャープセカンド、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。1000メートルを通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から見ていきましょう。ファールバリュー先手を取りました。すぐ後ろにギャラントライツ、並んで11番ドラゴンフェザー、その後ろからはロシアンルーレット、これに続いてブルーサイクル、好位置をキープしています。ホワイトシチュー、かまいたち、すぐ後ろ。その後ろにオーシャンスパーク、サニーデジタル、それに続いています。さあ先頭は依然として3番ファールバリュー、ギャラントライツ、ほとんど差がありません。ドラゴンフェザー3番手、ホワイトシチュー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ファールバリュー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はロシアンルーレット、先頭を捉えるか。さあホワイトシチュー一気に来た、残り 200m、 先頭はロシアンルーレット。さあここからいよいよ最後の勝負、先頭に躍り出る勢いです。ホワイトシチュー、ロシアンルーレット1着、ロシアンルーレット1着、2着にはどうやらエンキー、ロシアンルーレットヨーロッパ2冠制覇。これで残すは凱旋門賞のみ。ヨーロッパ3冠に王手をかけました。サードステージの勝負が楽しみだ。悔しいけどね、6着残念。ちょっとね、このスピード S でもね、この太刀打ちできないっていうのは、これノーマルモードなんですけど、こんなねコンピューター強かったら勝てないよね。どんな馬連れていけばいいんだっていう感じで、ちょっとねモチベーションがね落ちたというか、心が折れ気味なんですよ。どんな馬連れていけばいいんだよ。長いですね、もう終わりにしないと。34分、チョコレートも行くと早熟なんで嬉しいです。というわけで、ね、今回、ね、長くなりましたが終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。